料理を習おうと思っています来月から独身ですえ実は大阪の本社に転勤なんです本社ですかそれはおめでとうございますでもどうして独身になるんですか妻と子供は東京に残るんですえ一緒に行かないんですかええ息子は来年大学の入学試験があるから東京に残るというし妻も今の会社を辞めたくないと言うんです それで別々に済むんですねええ、でも月に二三回週末に帰るつもりです大変ですねでもいいチャンスですから料理を習おうと思っていますそれはいいですね